目伏せるけど喋んなよ、まだ言ってんだからね、人がやっちゃってんだからね、バカなバカな早くじゃないやお前が決めたんだよ、ね、お前が決めたの2年後俳優として活動を芸人の
マほらなんか収録してる。あ、これはですね、もうあのオンエアになるね、はい、今あの別のドラマは撮影中ですけど、うん、今度はワオワオのドラマで、はい、イソベイソベイっていうですね、やつに出てますよ、うん、はい、これが7月から放送が開始、7月から放送開始ね、はい、とケミショーはよく時代劇やろ、これこれはでも時代劇コメディですね、はい、ワオワオ原作ね、イソベイソベイの中に、はい、抜きは辛い、はい、ケミショーも出てるんだ、そう、あの山梨県たまに呼んでもらってますよ、はい、あんま多くない山梨、山梨山梨多くない、失礼じゃないか、お前、あちらの方のやつが出ましたよ、ナチュラルボーンのお話ね、山梨の人だ、山梨君と真下が大体、はい、多い、イメージがあります、僕か武藤圭司さんか、はい、とかね、うん、いろいろね出させてもらってますよ、山梨してないですよ、あのトシちゃん大好きな年やった今若干バカにしてましたよ、ね、山梨ないからみたいな、やたらやたら山梨で牧田来ることが多いなって思ったからちょっとまた迷惑な、迷惑みたいな、ほら、ほら、県民庁の時目に力が入ってなくて、そんなことね、普段よりも、あらら、普段よりも普段の時に完璧したんぐらいだね、もうね、県民庁マウント取るから食べたくない、本当に何の県民か、そういうことだからね、そうですよね、県民のことを本当にバカにしてるよ、してないです、本当に余計なこと言わないで、余計なこと、なんで余計なこと思ってるってことだよ、ね、本当に思ってたってことだよ、ね、思ってないの本当にもう、じゃあこのコーナーでは、はい、お笑い芸人の方々がナビゲーターとなり、はい、気になる物事のランキングを紹介していきます、今日はどんなランキングでしょうか、何でもなく来ると音楽規制会ランキングベスト3、なんか VMX が来なくても、はい、あのちょっと聞いていただきたいんですけど、あのお二人だったらご存知だと思いますけれども、大川栄作さんのサザンカのやつって言ったのか、曇り柄ラス、ね、簡単に思うよね、ちょっといけない恋のやつしてるんで、食べたいんだ、だから主人公のこの演歌の名曲なんですけど、これちょっと聞いてみていただけますか、はい、長いな。長いのか。
さ、火山下の宿はもう決まりだ、決まりだ、火山下の宿は決まりだ、着せ替えてください。カブトムシの宿、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 歌詞は一緒だ、歌詞は一緒です。メロディーが変わるもんね。森ガラスを手で拭いて、あなたしたが見えますか。愛しても愛しても、ああ使ったの服で持ってる。FWD 生命の信頼利点が受け付けます。
ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さんお願いします。サザンカの真紀子ちゃん。はい、お伝えします。はい、小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近追い越し車線で事故のため8キロ55分、東名上りは大和トンネルで13キロ35分、中央道上りは大月インター先の中野トンネル付近2車線を使って乗用車と二輪車の事故のため4キロ40分、上りの小仏とおよそ1キロ先渋滞があります。山陸道上りはランダー小川インター付近で事故のため6キロ30分、上りの小仏沢インターでも事故のため6キロ、常磐道上り柏インター付近で事故のために6キロ、千葉の京葉道路上りは貝塚インターで8キロ45分、東京はアクアラインの上りアクアトンネルでの渋滞は連絡道へ伸びていて合わせて20キロ、1時間以上です。首都高速道路は中央環状線の外回り初台南で事故のため3キロ30分です。以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。お見事。次の交通情報はこの後3時53分頃お伝えします。2023年7月、世界平均気温が過去最高を更新。北極圏グリーンランドの漁師はこう語る。氷が溶けて起きた洪水で、街の一つに被害が出たんだ。もしもし。こんにちは。こんにちは。
暑い。